見て、こんなに汚い、ほらすごいね。雨もちょろっと降ったのかな真っ白すごい。もうこれで こんな感じで置いとくのなんか恥ずかしいんで、また洗車にちょっと行ってきます。昼飯兼ねてですけどね、お昼ご飯の前にちょっと洗車をしてから行こうかなと思います。よいしょ。見てこれ、一応アルファノリは皆さん1枚ずつは買ってるんじゃないかなと思うんですけど、昔っていうかね、前に買ったやつずっと家に置きっぱなしだったんで、今日この前ねこのトレイ買ったんで、そこに置くようにしてみました。なかなかいいっすよこれ。ちょうどねここ隙間が空いててね、このスイッチ類邪魔にならないしね、このトレイ。いいっすね。さてさて、じゃあ自転車に行きますか。洗車をやってもらおうと。綺麗だな。よしよし。よいしょ。よし、ちょっとね、また水気を飛ばすんで、ちょっと軽く走って、ついでに飯食って帰ろうかなと思います。今日はね、いつもの丸源ラーメンじゃなくて、前に1回行ったことあるんですけど、まあなんか普通のチェーン店っていうか、ラーメンのチェーン店っていう感じのお店ですね。お、開けてくれた、悪いね。よし、まだやってないかな。やってるよな。どこに止めようかなって。まあどこでもいいや。ここに止めます。よし、ちょっと右側に寄っちゃったけど、11時からだ。よいしょ。タブレットで1000円って高いよな。替え玉製大盛りとか、替え玉も1個。よし、あっさりしてる。味はあっさりだけど、あっさり醤油だけど、
油のこってり感がある。ラーメン林田うまかったです。車はピカピカになってますね。よし、もうちょっと走って水気を飛ばします。よいしょ。はい、駐車場に戻ってきました。飯も食ったしね、まあ、食後の運動過程にねちょっと修理をしようかなと思って。実はね、こっちは大丈夫か、ホイールのガリ傷をね、ここガリ傷あるんですよ。でこういうのをね、リムガードを貼ってたんだけど、もうだいぶなんか1年ぐらい、あ、見てほらガリガリってやっちゃってて、こっちはね、あ、これはまだついてるんだ。でリムガードもね、やっぱ1年2年ぐらい経つとだいぶこう粘着力が減ってきて、もう取れそうだったんで取っちゃったんですよ。で取って新しいの貼ろうかなと思って、買って置いてたんですけど、これもう同じやつですね、バニについてたやつと、フィールリムガードブラックですね。これ粘着力もまあまああるし、今もまだね1年半ぐらいかつけて立ってもまだくっついてるんで、ただねやっぱり僕の前処理が悪かったのかな。よいしょ。前処理が悪かったのかもしれないんですけど、残りの3本がねもうなんかゆるゆるになってて、結構まが外れそうだったんで取っちゃって、で新しいのをつけようと思って買いました。でこれからこれをつけます。でこれがクリーニングで、これがあれだな、あの密着ロみたいなやつ、これをくっつけて、あ、これを塗ってからくっつけると落ちませんよっていうやつですね。よいしょ。片手じゃちょっとやりにくいんですけど、よし、これを、施工します。さっき洗車したのが撥水洗車したんで、ちょっと撥水のその溶液がついてるんじゃないかなと。ちょうどねこのなんかクリーナークリーニングするなんか何これ、ね、アルコールなのかな、あ、ちょっとアルコールというか塩素っぽいのをするけど、これが入ってるんでこれで拭いて、ちょっとなんか跡は残ってるけど大丈夫かな。これが入って、これクリーニング、クリーナーですね。ハサミで。これアルコールで、アルコールを染み込ませたら、なんか、食布ですね。汚い。大変しないのか。
と思うけど、これダイマっていうんだっけ、よくわかんない、なんていうのかな、これをしっかり塗っとかないと。感じで3日間以上は塗っちゃいけないみたいなんでね、72時間で 100% 硬化するっていう風に書いてあるから、3日間は今日土曜日なんで、もう今週は塗らない。よし、とりあえず3本終わって、1本はねしっかりまだくっついてるんで生かして3本完了しました。腰が痛い、腰が悪いんでね、残り1本分、一応ね19インチを4本つけられるっていうぐらいの長さがあるんで、どっか剥がれかかったりとかしたらまた1本分残りで補修したいと思います。というわけでね、今日はまたガソリンスタンドで洗車して飯食って、で軽い予防整備といってはなんですが、ガリ傷を作れないように、これ以上被害を拡大させないようにリムガードを設置したっていう、リムガードをくっつけましたっていう動画でした。また Vlog みたいな動画になって恐縮なんですが、今日の動画はここまでです。ご視聴ありがとうございました。